人間の手っていうのはどんな大きさのもんもできるんやからね、ほんまに優秀なもんやで、肩やったら一つの持ち替えを作りようらへんから、うん、何種類でも作れるんや、この日本の手っていうだけで、機械換算したらあんますごいもんやね、ほんまに。